2021年11月29日から12月3日まで、アメリカのラスベガスで実施されました AWS D イベント2021のセッションのリキャップのセッションをこれから実施いたします。今回は Amazon DynamoDB、Amazon Elasticcache for Redis、Amazon TimeStream 最新のこちらの3つのサービスのアップデートをさせていただきます。申し遅れましたが、私、AWS でデータベース、特に NoSQL の事業開発をしております太田と申します。で、私の方から Amazon DynamoDB と Amazon Elasticcache for Redis の説明をさせていただいて、で、最後に同じデータベース、特に NoSQL の事業開発をしております浅野の方から Amazon TimeStream の最新のアップデートを説明させていただきます。リーイベントの中でもデータベースのサービスですね。AWS が提供している、データベースのサービス、様々なアップデートがあったんですが、今回はですね、NoSQL のサービスのアップデートに特化して説明させていただきます。で、Aurora ですとか、RDS のアップデートっていうのはまた別のセッションになりますので、こちらのセッションでは NoSQL でも特にこのアップデート、大きなアップデートがありました。DynamoDB と Elasticcache for Redis と TimeStream。この3つのサービスの新機能、こちらを説明させていただきます。まず最初に Amazon DynamoDB の最新のアップデートをしまして、次に Amazon Elasticcache for Redis。で、最後に Amazon TimeStream の最新のアップデートを実施いたします。はい、まず最初は Amazon DynamoDB になります。今回のリイベントで大々的にこの DynamoDB の新機能として取り上げられていましたのが、この DynamoDB Standard Infrequent Access になります。ちょっと長いですので、スタンダード IA という形で略して説明させていただきますが、このスタンダード IA を使っていただくことによって、このストレージコストを最大60%削減することができます。はい、では具体的にですね、どういう機能が追加されたかっていうところを次のページから見ていきたいと思います。DynamoDB、スタンダード IA、こちらを使っていただくことによるメリットは大きく3つあります。まず1つ目は、ストレージコストの削減という形で、今まで DynamoDB でデータを格納していたストレージに比べて、60%ストレージコストを削減することができます。次にパフォーマンスの劣化がないというところで、スタンダード IA テーブル、スタンダード IA を選んでいただいたからといって、何かパフォーマンスが落ちたりですとか、耐久性が落ちたりですとか、可用性が落ちるということは全くありませんでして、今までと同じパフォーマンスで、このスタンダード IA を使っていただくことができます。で、最後に開発者の負担がないというところがありまして、こちらは、実際に今までアクセスしていた DynamoDB から、DynamoDB にアクセスするためのアプリケーションのコードですとか API というのはそのまま使えますので、特に何かスタンダード IA にアクセスするためにアプリケーションコードを書き換えたりですとか、このアクセスパスをこう変えたりっていう必要はございません。ただ、メリットはあるんですけど、デメリットというのもありまして、このスタンダード IA のこのテーブルクラスにアクセスすると、そのアクセスに対する読み取りと書き込みの料金というのは、標準のテーブルよりも高くなります。なので、このストレージそのものの値段っていうのは、コストっていうのは下げることができるんですけど、アクセスにかかる料金というのは上がりますので、このスタンダード IA を使うっていうわけではなくて、やはりユースケースをちゃんと見極めて、このスタンダード IA によるメリットがちゃんと得られるかっていうところを確認してからお使いいただくことを推奨しております。スタンダード IA を使うことによって、コストが下がるかどうか、コストメリットが出るかどうかっていうのは、やはりワークロードによって変わってきます。で、今回この比較しているのは、主にですね、その DynamoDB のコスト構造として、ストレージコストがやはり一番ウェイトを占めている。このようなケースですと、スタンダード IA を選択していただくことによって、ストレージコストが下がりますので、DynamoDB 全体のトータルのコストを下げるっていうことができているのが、この最適化前と最適化後の比較になっております。
で、やはりストレージが大部分の、ダイナモ DB にかかるコストになっていて、こういうようなシステムですね。特に大量のデータを使っていて、最新のデータは頻繁にアクセスするんですけど、大部分のデータっていうのは、古いデータでそんなにアクセスがないような、そういうワークロードですね。そういう場合には、ストレージコストが、やはりダイナモ DB の大部分を占めるような形になってくると思いますので、そういうシステムですと、このスタンダード AE を選んでいただくことによって、こちらのグラフにあるように、トータル、ダイナモ DB にかかるコスト全体を下げることができます。はい。で、これが逆にですね、このスループット、ダイナモ DB に対してのアクセス、書き込み、読み込みが非常に多くて、そのスループットのコストの方が多い場合は、あまりこのスタンダード IA を使っていただいても、コストは下がらない。逆にですね、上がってしまう可能性もありますので、やはりそのワークロードを見極めるっていうところが、重要になってきます。例えばですね、SNS のようなアプリケーションで、それをダイナモ DB で動かしていたときに、古いデータっていうのは、やはりあまりアクセスされないんですが、ただですね、やはり古いデータも、古い、例えば、SNS の場合に投稿、古い投稿データとかも、やはり消さないでちゃんとアクセスできるようにしておく必要がありますので、そういうデータがほとんどを占めるっていう場合には、このスタンダード IE を選んでいただくと結構効果は出てくるかと思います。あとは、例えばですね、e コマースのサイトとかで、製品をたくさん大量に扱っているんですけど、頻繁にアクセスされない製品っていうのもたくさんあるかと思います。で、そういうような場合に、この頻繁にアクセスされないけど、やはりその商品データとしては、e コマースとして、データとして常に使える状態にしておくっていう必要がある場合には、やはりそのストレージコストっていうところがですね、頻繁にアクセスされないデータに対しても大量に発生してしまいますので、そういうところを抑えたいっていう場合には、このスタンダード IA、こちらを選んでいただくと、このグラフにあるような形で、ストレージコストを下げて、トータルとしてこのダイナモ DB のコストを下げていくことが可能となっております。はい、ですので、やはりこのスタンダード IA を使う前にはですね、ちゃんとワークロードが、どのような、特にですね、そのダイナモ DB にかかっているコスト構造がどのようになっているのかっていうところと、その頻繁にアクセスされてないデータっていうところが、どのぐらいの量があるかっていうところを、見極めていただいて、そこで、効果が出そうでしたら、このスタンダード IA、こちらを選んでいただくことを推奨しております。ダイナモ DB ですが、このバックアップもかなり機能が拡張されております。で、こちらに記載しているのが、主なバックアップの、拡張管理機能になっておりまして、まず一つ、このニューとなっているところをですね、クロスリージョン、クロスアカウントによる重要なデータの保護という形で、こちらを使用していただくことによって、リージョンをまたがったバックアップを取ることができます。最悪一つのリージョンがもう使えなくなってしまったっていう、そういう最悪のケースになった場合にも他のリージョンにバックアップがありますので、そちらを使ってデータを復元して、またシステムを再開することができます。あとは、不良の事故や悪意のある行為からバックアップを保護するためのワームモデル。こちらも追加されております。こちらはですね、ワームライトワンスリードメニューという形になっておりまして、主に AWS バックアップボルトロックっていうものをまた使っていただいて、で、こちらを使って、不注意または悪意のある削除操作ですとか、バックアップ保存期間の変更ですとか、ライフサイクル設定の更新からバックアップを保護するというところの新しい保護レイヤーを追加することができます。次に、コンプライアンスとセキュリティという観点ですと、このバックアップポリシーの適用と AWS でサービス全体のバックアップ活動の監視を時限的に実施することができるようになっております。AWS バックアップオーディットマネージャーを使用して、AWS バックアップのポリシーのコンプライアンスを監査して、定義したコントロールにまだ準拠していないこのバックアップアクティビティですとかがありましたら、それを簡単に検索するようなことができるようになっております。あとは、バックアップガバナンスのために日時レポートですとか、オンデマンドレポートの監査書籍を自動的に生成することもできるようになっております。あとは、暗号化の機能も、新しく追加されておりまして、独立したバックアップと暗号化による完全な、安全なバックアップができるようになっております。
で、こちらはですね、AWS バックアップで管理されている DynamoDB オンデマンドバックアップが AWS バックアップボルトに保存されるようになりました。で、これにより、DynamoDB テーブルの暗号化キーとはまた別に独立した AWS KMS キーを利用してバックアップを暗号化して保護することができるようになっております。で、最後に運用っていう観点ですと、このタグによるバックアップのコストの配分の簡素化ができるようになっております。で、これをですね、例えば部署ごとにこのタグを設定しておいて、請求よりコスト配分のためにバックアップに自動的にタグ付けをすることができるようになっております。で、次にこのライフサイクルバックアップをコールドストレージを利用して、コストを削減することができるようになっております。コールドストレージ、ストレージの階層化という形で、バックアップを削除したり、古いストレージに移行したりするっていうところを今まで、このバックアップのコスト削減で行っていたと思うんですけど、それをルール化してバックアップを設定するようなことができるようになっております。なので、古いデータを自動的に、より安い S3 のグレーシアに移動したりですとか、そういう形で運用することができるようになっております。次に Amazon Elastic Cache Core Redis の新しい機能について説明していきます。Elastic Cache Core Redis の新しい機能としまして、データ階層化という機能が新しく追加されました。で、こちらのデータ階層化を使えるインスタンスとしましては、この R6GD というインスタンスになりますが、こちらのインスタンスを使うことによって、このデータの階層化の機能を使うことができます。で、このデータの階層化の機能といいますのは、どういうものなのかといいますと、今まで Elastic Cache Core Redis はデータを全部メモリーに格納していたんですが、SSD と組み合わせることによって、最大で Elastic Cache Core Redis で扱うデータの容量を増やせるっていうところと、あとはその Elastic Cache Core Redis で扱うそのデータのストレージコスト、主にメモリとストレージを SSD を組み合わせるような形になるんですが、そちらのコストを下げるという形で、最大で60%以上コストを下げることができるっていうのが、このデータの階層化の機能になります。で、この2つの機能を組み合わせる、メモリと SSD を組み合わせるんですが、頻繁にアクセスされるデータは今まで通りメモリで全部処理をさばいて、あまりアクセスのないデータに関しましては、自動的にですね、このエラスティカシティの新しい機能で SSD の方に移しますので、頻繁にアクセスされるデータはメモリーに格納され、あまりアクセスがされないものデータに関しましては、この SSD に格納されるという機能になります。データ階層化によるコスト効果としまして、このサンプルをちょっと見ていきたいと思います。まずこの2つのインスタンス、ノードタイプで比較して、R6CX ラージと R6GDX ラージ。この R6GD の最後に D とついているものが、このデータ階層化が使えるノードサイズになります。で、実際に VCPU ですとか、あとメモリのサイズですね。こちらは2つのインスタンス変わらないんですが、この R6GD の方、こちらのインスタンスタイプですと、SSD が使えるようになっております。で、エラスキャッシュ自体はデータを今までのタイプですとメモリに全部格納しているので、エラスキャッシュで扱えるデータの総容量というのは、このインスタンス、このノード一つだけですと、搭載されているメモリが最大の扱えるサイズになりますので、26.32GB という形になります。で、この R6GD、この単体の、ノード単体で見ますと、VCPU ですとか、RAM のサイズの、変わらないんですが、SSD が、この R6GD の方は使えますので、このメモリと、SSD の両方の容量を足した、トータルで、エラスティキャッシュで使えるデータ容量というのは、125.65GB という形になります。なので、データ階層化を使わない、そのノードタイプに比べて、4.8倍の容量をエラスティキャッシュで扱うことができます。で、時間あたりのノード料金で見ますと、
データ階層化を使わない方は0.493ドルで、そのデータ階層化を使う方は0.93ナノドルと、まあ、高いんですが、まあ、これはですね、エアスキャッシュとして扱うデータの容量が4.8倍増えておりますので、まあ、その分、1時間あたりのノード料金というのが増えております。ただですね、ギガあたりの、その、あ、ギガあたりのコストっていうところは、0.019ドルから0.0075ドルという形で、60%以上の料金が削減できておりますので、まあ、1ギガあたりのコストを抑えるという面では、R6GX ラジの方が、まあ、コストメリットは出ております。で、これだけ見るとですね、まあ、やはりデータ階層化の使えるインスタンスタイプを選んだ方がいいんじゃないかというふうに思うんですが、ただやはりですね、この SSD に格納されたデータというのは、そのアクセスが、そのメモリーに載っているデータと比べまして、まあ、レイテンシーも上がってしまいますし、あとはスループットは逆に下がってしまいます。まあやはりメモリに比べて SSD の方が、まあアクセス速度っていうのは遅いですので、やはりその SSD にアクセスいくような、アクセスが発生してしまうと、まあパフォーマンス、特にレイテンシーが上がってしまいますし、スループットは低くなってしまいます。なので、すべてのシステムがこのデータ階層化に向いてるかというとそうではなくて、やはりそのこのデータ階層化を使うワークロードというのはちゃんと見極めて、そのワークロードがデータ階層化に適していれば、データ階層化を使っていただくというところで、事前に判断していただく必要がございます。はい。まあ、主に判断基準としましては、データの20%が、まあ、結構頻繁にアクセスするデータで、残りの80%はあまりアクセスがない。まあ、低頻度のアクセスのデータが80%くらいあるっていう、そういうシステムの場合ですと、まあその低頻度のアクセスしかないデータっていうのは SSD に格納することによって、まあトータルでそのエラスキャッシュのコストを下げることができますので、まあそのワークロードが、まあ結構大部分、まあ80%くらいは、まあほとんどのデータがそのアクセス速度が低くなってもその許容できる。低頻度のデータの場合には、このデータ階層化を選んでいただくメリットがあります。まあ、逆にですね、すべてのデータを、がもう本当に高速にアクセスする必要がある。まあ、レイテンシーは非常に低くて、スループットは非常に高いスループットが求められるようなシステム。すべてのデータがそういうデータっていう場合には、ちょっとあまりデータの階層化っていうのは向いてないという形になります。こちらがノードサイズごとに、どのぐらいのデータ容量が扱えるか、このデータ階層化を使ったときに、どのぐらいの容量が扱えるかっていうところを示した表になります。R6GD のこの X ラージ、まあ、こちらがデータ階層化を使えるインスタンス、ノードタイプの最小構成になるんですが、こちらを使っていただくと、まあ、メモリプラス SSD、で、合計で 125.65GB のデータ容量を扱うことができます。で、その上の 2X ラージ、こちらを選んでいただくと、まあ、使える容量が倍になりまして、メモリと SSD を足すことによって 251GB のデータ容量をエラスキャッシュで使うことができます。で、4X ラージですと、まあ、X ラージの4倍。で、8ですとか12ですとか16になってきますと、まあ、その X ラージにかける8、12、16っていう形で使えるデータ容量っていうのが増えてきます。で、こちらデータ階層化を使わないインスタンスタイプですと、まあ、R6G という形でこの D がないタイプのノードサイズを選ぶ場合には、このメモリしか使えませんですので、SSD が使えませんですので、まあ、その場合にはエラスキャッシュで単体で1ノードで扱えるそのデータ容量っていうのは、この搭載されているメモリサイズ。まあ一番低いタイプですと 26GB という形になります。なので、まあ、データ容量を増やそうとした場合、まあ、データ階層化使わないでデータ容量を増やしたいという場合にはクラスター構成を組んで、まあ複数台でエラスキャッシュを動かして、このエラスキャッシュ、4Redis で扱えるデータ容量を増やしていたんですが、まあ、
このデータ階層化を使っていただくと、まあ、1ノードでも、この SSD を使うことによって、この扱えるデータの容量っていうのを増やすことができますので、まあ、非常に大量のデータを1ノードの中で収めることができます。で、あと、もう一つのメリットとしましては、ギガあたりの、単価っていうところが0.0075ドルという形で、まあ、非常に、まあ、安価にですね、このデータ階層化を使わないインスタンスタイプに比べて安価にデータを格納することができます。続きまして、re:Invent 2021で発表された Amazon TimeStream の新機能について説明をさせていただきます。申し遅れましたが、私、AWS データベース事業本部の浅野と申します。NoSQL 製品を担当させていただいております。では、早速開始させていただきます。Amazon TimeStream は2020年に GA された製品ですが、その後2021年、いくつかの新機能と機能強化がされております。次に挙げる3つの新機能は、その中でも re:Invent 2021で発表されたものであります。まず1つ目の新機能はマルチメジャーレコードです。マルチメジャーレコード機能は Amazon TimeStream の新しいデータモデリング機能で、費用対効果の高いデータストレージ、優れたデータアクセス及び使いやすさを考慮して設計されております。これまではテーブルの行ごとに1つの測定値を格納することができたわけですが、このマルチメジャーレコードでは1つのテーブル行に複数のテーブル、失礼しました、測定値を格納することができます。次にスケジュールドクエリについてです。繰り返し実行される計算やクエリがあるとして、1回ごとに新たにそのクエリを実行するのは、余計なコストがかかってしまうというか、無駄が多い、ということが言えます。このスケジュールドクエリをご使用いただくと、クエリを定期的に実行して、結果を全く別のソーステーブルとは別のテーブルに保存し、次のクエリの実行時には別テーブルにあらかじめ保存しておいたクエリの結果を使い、余計なコストを軽減するといったことが可能となります。スケジュールドクエリのメリットといたしましては、毎回行っていたスキャンコストの削減、より早い実行速度、そしてストレージコストの削減が挙げられます。また、具体的な設定方法といたしましては、実際に実行されるクエリを作成して、そしてそれをスケジュールに定義するだけであります。実際にこの新機能をですね、re:Invent で紹介したときは、ダッシュボードの例が挙げられております。ダッシュボードには数多くのパネルやグラフがあるわけなんですが、そのグラフやパネルについて、最新情報を保つためにですね、定期的にリフレッシュされます。ただ、そのリフレッシュの背後では、数多くの再計算やクエリが実行されております。で、それは非常に無駄だということで、このスケジュールドクエリを使うことによって、実際に計算やクエリをされた、その実行結果を別テーブルに保存して、で、リフレッシュされたときに、その別テーブルからその結果を表示すると、そのような形で無駄を軽減している、そのような例が紹介されております。最後にマグネティックストアライトについてです。この新機能では、現在の時刻よりもタイムスタンプが早いデータである、いわば遅延データを取り込み、費用対効果の高い方法で保存する、柔軟性を提供いたします。タイムストリームにはメモリストアとマグネティックストアがあります。メモリストアは高い書き込みスループットを実現するためのものですし、マグネティックストアはより長い間データを保存するためのものであります。この新規のマグネティックストアライトを使うことにより、より効果的なメモリストアとマグネティックストアへの書き込みを提供いたします。続きまして、マルチメジャーレコードの例であります。この例、まず1個目が単一メジャーレコード、従来の場合となります。同じタイムスタンプ、
同じ装置から3つの測定値が送られてきております。で、その測定値ごとに同じタイムスタンプで同じ装置から送られてきたにもかかわらず、一つ一つレコードを用意する必要があるので、3つのレコードが作成されます。で、それに対してマルチメジャーレコードは同じ時間で同じ装置名であれば、同じ測定値が違う測定値を格納することが1つのレコードの中に格納することができるといったふうになっております。で、最大で1つのレコードに260、失礼しました、256までの測定値を格納することができます。続きまして、スケジュールドクエリーの例であります。この例では DevOps を使っております。6つの異なるリージョンで50万のサーバーをトラッキングする例です。背後ではこの左側にあるようなネステッドクエリーが実行されております。これらのクエリーをどのようにスケジュールドクエリーに変換するかについての例になります。まず重要なのはネクステッドクエリーの中のウェアクです。その中にスケジュールドランタイムといったものがあります。これにより再計算が行われる時間枠を指定しております。では、どのようにスケジュールドランタイムを設定するのかというと、クーロンを使います。この例ではクーロンがこのクエリを30分ごとに実行するといったようなものになります。また一つ、スケジュールドクエリの、Tips というかですね、追加情報になりますが、集められたデータの保存期間はですね、ソーステーブルの保存期間とは完全に切り離されております。ですので、ソーステーブルのデータ保存期間を短くして、スケジュールドクエリによって集められたテーブルのデータ保存期間をですね、長くすることで、ソーステーブルのストレージコストを大きく削減することも可能となっております。最後に、マグネティックストアライトについての追加情報です。遅延データ、そのチェーンデータの原因というのはいろいろ考えられます。例えばネットワークの中断、あるいは、システムの設計上断続的にデータが送られる等々です。特にですね、ネットワークの中断等は予想がつかないわけです。どのぐらいデータが遅れてくるか等々の予想はつきません。で、今まではですね、メモリーストアにデータをどのぐらい、遅延データをどのぐらい遅れてくるかというのを考慮する必要があったわけなんですが、このマグネティックストアライトの機能により、それらを考慮する必要がなくなりました。非常にそれは大きな点であると思います。またですね、このスライドの下の方を見ていただくと、メモリーとマグネティックストアは同じ書き込み API を利用とあります。ですので、アプリケーションを変更する必要はありません。ただ両者の違いはですね、メモリーストアの場合は書き込みが瞬時に反映される。それと比較してですね、マグネティックストアの場合は書き込みは非同期に行われるといったことが挙げられます。続きまして、2021年のその他の追加機能について説明いたします。コンプライアンスということで、各規格への適用、セキュリティということで、VPC から VPC エンドポイントを使用してタイムストリーム API にアクセスできるようになったと。これによりですね、インターネットゲートウェイはや NAT インスタンスを設定せずに、タイムストリーム API への信頼できる接続をすることができます。または、そうですね、機能拡張ということで UTF-8 のサポートやフランクフルトリージョンの GA、それから、クエリといたしましては、マルチテーブルクエリとマルチデータベースクエリ、あるいは時系列関数の追加と、あるいはクエリの応答時間が3倍ほど短縮されたということがあります。続きまして、アペンディックスです。こちらはシングルメジャーとマルチメジャーのクエリの例となっております。この例ではマルチメジャーレコードを使うことによりより簡潔なクエリが書けるといった例であります。
まずシングルメジャーレコードの場合ですが、2つの測定値を比較しています。これらは同じタイムスタンプを持っています。で、まあ、これから CPU かメモリどちらがボトルネックになっているかを調べています。まあ、実際の比較が発生したのは最後のセレクトのケース空となっております。まあ、しかしながら一番上の文で2つの測定値を揃えるために一時テーブルを作成する必要がありました。まあ、それは別々のレコードに格納された測定値をですね、ジョインするためのものです。で、右側のマルチメジャーレコードではこの SQL をもっと簡潔に書くことができます。なぜならば、1つのレコードに2つの測定値が入っているからです。マルチメジャーレコードのメリットのサマリーです。全体的にはコストの軽減とクエリーの規律が簡潔になった、それとクエリーのレイテンスの向上などが挙げられます。タイムストリームではいくつかのデータセットの例を GitHub 上に用意してあります。そのうちの一つが DevOps のユースケースを扱ったものであります。まあ、ここにスライドに書かれているものがそのデータセットを扱った場合の、まあ、結果となっております。スケジュールドクエリーのサマリーになります。同じクエリーが繰り返し実行される場合、スケジュールドクエリーが有効です。ターゲットのタイムストリームテーブルは他の一般的なタイムストリームテーブルと同じで特別なものはありません。SQL のサーフェイス全体をサポートということで、具体的にはネステッドサブクエリー、コモンテーブル、エクスプレッション、集計用の関数、タイムシリーズのアナリティクス、等をサポートしております。で、もちろんフルマネージとサーバーレス、スケーラブル、高可用性ということになっております。以上で私たちのノン SQL に関するリキャップは終了いたします。どうもご清聴ありがとうございました。失礼いたします。